はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、少しキャッチャー運用、巨人のキャッチャー運用についてお話ししていきたいなというふうに思ってます。はい、どうせお前小山が発言するんだからまた岸田を擁護するんだろうというふうに思われている方がすごく多いと思うんですが、本当にね、客観的に、見ていきたいというふうに思いますし、まあ、よくコメントなんかでね、大城選手を、まあ、キャッチャーで、たまには使った方がいいんじゃないかっていう意見もあるんで、まあ、それについても、まあ、ちょっとね、一緒に考えていきたいなというふうに思っております。はい、まず結論。先にちょっとね、言っておきたいんですけども、僕は、今のキャッチャー運用のまま行った方がいいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、それの、まあ、大きな理由としては、やはり今ね、チーム自体がですね、すごくうまくいっているというところが非常に大きいと思います。まあ、いい時に、あんまり変えるのって結構やっぱ難しかったりとか、やっぱり流れが変わったりとかね、特にキャッチャーというポジションは非常にこうね、試合のウェイトをね、占めることが大きかったりするので、すごく、勝ってる時にというか、調子がいい時に変えるっていうのはすごく難しい決断になるので、あ、現状うまくいってるんだったら今のまま行った方がいいんじゃないかなっていうのが僕の意見です。じゃあなんで今年、岸田選手がね、出始めたのかというとですね、僕が思うにですけども、やはりバッティングというところが大きかったんじゃないかなというふうに思います。まあ僕、同期入団でして、まあね、自主トレも手伝ったりとかするぐらい、まあ仲がいい選手ではあるんですけども、もともとずっと能力はあったんですね。もうずっと能力ありました、正直ね。僕がいた時から、すごくね、まあ、打つことにしても、守ることにしても、まあ、足もね、まあまあ、それなりに、まあ、めっちゃ遅いわけではないので、そういったところで、まあ、バランスが非常に取れた、選手でした。で、じゃあなんで今まで、出場機会があまりなかったのというところは、もうはっきり言うと、やっぱり、好みとか、監督のね、特に原監督の好みとか、やっぱりあったと思います、正直言うと。で、まあ、これはちょっと主観的な意見になるんですけども、僕は、僕がいた時から、正直僕がプレイヤーの時から、正直、客観的に、キャッチャー陣を分析した時にね、うん。一番岸田選手が一番こう、厄介というか、一番能力があるんじゃないか。まあ、僕もね、選手としてやってましたから、その時は、一番岸田選手がいい選手、キャッチャーとして一番いい選手になるんじゃないか。なれる素質があるんじゃないか。うん。使ってった方が、ジャイアンツも勝つ可能性が高いんじゃないかっていうのをね、もう僕がやってる時から思ってたぐらいですから、まあそういう風に感じてる人ももしかしたら現場の中でもいたんじゃないかなっていうふうに思います。まあ実際ずっと大城選手がね、起用されてて、まあバッティングはね、非常に、持ち味。で、まあ、キャッチャーというところも非常に、パスボールが少なかったりとか、いろいろね、キャッチャーとしても、レベルが高いというところでずっと、起用され続けてきましたけども、僕は、それにね、劣らずね、岸田選手はずっと、いい選手だなというふうに思ってました。で、まあ、今年、非常に、まあ、安倍監督に代わって、まあ、キャッチャー出身の監督というところで、まあ、そういったところもね、いろいろ分かってるのでですね、やっぱりこう、使っていこうというところになりまして、やっぱり一番初めに、すごくバッティングの状態が良かったのが、やっぱりこう、後押ししたというかね、じゃあ、岸田で行こうか、みたいな感じになれたんじゃないかな、というのもし、やっぱりこう、初めの印象とか、まあ、その年のね、一番初めの、その、なんて言うんだろう、調子とかって結構やっぱり、今後に左右してくるというか、今後の起用法に、結構大きくかかってくるのかなというふうに思うので、結構やっぱり初めのスタートダッシュっていうのは、まあどのポジションにおいてでもですね、非常に重要だなというふうに思います。で、まあよくコメントとか、まあツイッター、X なんかの投稿を見てても、まあ岸田本当によく成長したよなとか、うん、本当にこう、いいキャッチャーになったよなとか、いろんな意見あります。でも僕が、すいません、本当にはっきり思うのが、もともとこれぐらいできる能力がずっとありました。うん、正直言うとね、2軍でも、ファームでも、バッティングでね、3割以上ずっと打ってましたし、で、キャッチャーのね、送球に関しても非常に安定した送球を続けてきてました。うん。ただ、出場機会がなかったと。で、まあ、技術もね、もちろん僕がいた時は上がってるとは思うんですけども、もともとそれぐらいの能力があったんで、
もしかしたらもっと早くから、それぐらい試合出てたらね、うん、これぐらい活躍してたんじゃないかなとも僕はずっと思ってたんですね。で、実際、ちょっと内部事情というか、まあ、いろんな話、これ言っていいのかわからないですけども、まあ、いろいろね、まあ、その岸田選手、まあ、試合に出てない期間がね、ファームにいる期間とかも長かったです、正直ね。で、まあ、いろんな、球団には、各球団には編成っていうのがいまして、まあ、いろいろね、その編成の人が、まあ、岸田、使わへんねん、こんだけいいキャッチャーを使わへんなったら、うちの球団とね、トレードしようよとかっていう話も、たくさんあったっていうふうには僕聞いてます。ただ、やっぱり、ファームには置いてるんだけども、非常にいいキャッチャーだと、いい選手だというふうなね、なんか虫いますね。なんか、分かってたんでね、ジャイアンツの、みんなはね。だから、ま、出さなかったっていうところだと思うんですけども、やはりそういったところで、まあそれが、それだけね、評価され続けてきた選手が、まあやっとね、日の目を浴びて、今ね、こんだけ試合出てるっていうところで、ましてや巨人が周囲にいるっていうところは、非常にキャッチャーとしてもね、嬉しいことだと思うし、非常にこう評価されるべきなんじゃないかなというふうに思います。ただね、大城さんがもうキャッチャーを辞めるべきなのかとか、まあそのファーストで行くべきなのかとか、いう議論になってくると、まだそれはね、違うと思いますし、あんまりね、白黒はっきりさせるっていうのも今現段階では良くないんじゃないかなと思ってて、やはり、いろいろね、岸田選手の状態であったりとか、大城選手のバッティング状態、まあ、坂本さんの状態とかいろいろありまして、やっぱりこうキャッチャーで大城さんを起用したいなと思う時も絶対出てくると思うので、そういった時のために日々ね、まあ、キャッチャー練習も欠かさずやってるわけですから、そういったところは非常にこう巨人のね、バリエーションというか、今柔軟な起用法ができているのはそういったところ、うん、みんながこう岡本選手もそうですけども、みんながこう状況において状況が変わってくる場合において非常にいろんなポジションを守れるっていうところが非常にね大きいんじゃないかなというふうに思うし、まあ今現段階では週1回のねスタメンになってるかもしれないですけども、菅野投手のね時のスタメンになってるかもしれないですけども、小林選手もね非常にこの試合で出てる時はですね非常にいい働きもしてくれてますんで、こういう小林、大城、岸田というねすごくいいキャッチャー陣が、レベルの高いキャッチャー陣が3人いて、キャッチャーが3人いて、でそれを臨機応変にね、柔軟に組み替えていける、この今のジャイアンツっていうのは非常に素晴らしいと思うし、僕は今の体制を変える必要がないんじゃないかなと思います。でファームを見てもですね、まあ山瀬捕手であったりとか、まあ北捕手とかね、まあ非常にファームでも力のあるキャッチャーがいるというところで、まあ非常にその僕は12球団で一番レベルの高いキャッチャー陣じゃないかなというふうに思いますし、うん、まあこの若い選手もねファームにいたりするので、そういったところでまあ小林選手であったりとか大城選手が抜けてった後もまあね、安泰とまでは言わないですけども、非常にいいキャッチャー運用ができてるんじゃないかなっていうふうに思います。でまあ今後、まあ今年、まあ岸田選手がねおそらくまあ主戦という形でこのままやっていくと思います、僕はね。ただじゃあこれで岸田選手がレギュラーなのかと言われると、僕はそうは思わないですし、やはり活躍した次の年っていうのがやっぱ重要だったりとかするんでね、やっぱり、まあそれはね岸田選手であってもみんな分かってることですけども、やはりそういったところはまだまだね、大城さんであったりとか小林選手にもチャンス、まあ山瀬捕手とかね北捕手にもチャンスあると思いますし、岸田選手もまあ1年結果出したから、来年俺がキャッチャー正捕手やなとかっていう気持ちは全くないと思いますので、そういったところはまだまだこれからね、切磋琢磨というか、競争していくべきところなんじゃないかなというふうに思っております。はい、そんな感じでですね、今日はですねキャッチャーの運用についてお話していきました。まあよくコメントでね、いろいろ大城さんを使えとか、いろいろね、コメントがあるんで、ちょっとそれについて言及したいなと思って今日このような動画を撮らせていただきました。僕は、まあ、まとめるとですね、今のキャッチャー運用で僕はいいと思いますし、もちろん岸田選手が結果を出しているので、レギュラーとまだ言えないと思うし、非常に、レベルの高いキャッチャーでも揃ってるし、いいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、てな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。